どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、まあ取り急ぎ、ちょっとね動画を撮ってるわけなんですけども、昨日ね、コミュニティ欄でねちょっとつぶやかしていただいたんですけども、皆さんねネスレのアカウントって持ってる方、この動画のチャンネル見てる方でもねまあ多いと思うんですけども、ネスレのね、トップページから検索バー左上にありますよね、マイページの。そこに、サンタと入れてね、そうすると、まあ、一つの定期便が出てくるわけなんですけども、まあ、それがね、なんと、無料で1万円分のね、ネスレの商品が試せる、今、キャンペーンがやってるんですよね。で、これ、ちょっと前にね、ダイレクトメールが来てる方、まあ来てない方もいるんですけども、まあ私なんかはね、来てなかったんですけども、まあ私もね、その申し込み、したらですね、最初の方はダメだったんですけども、それから2日後ぐらいにね、申請、もう一回挑戦したらですね、なんと、通ったんですよね。うん、で、妻もね、定期便組んでますんで、妻も、できたんですよね。うん。ですので、皆さん、試しましょう。いや、これね、本当に、ただ単に1万円分のネスレの商品もらえるだけのキャンペーンなんですよね。進んでいくとですね、まあ、1万円分の、まあ、ネスレの商品をね、まあ、1万円以上でも、まあ、試せるんですけども、まあ、1万円分までは無料で利用できるみたいな感じで、まあ、1万円以上はね、まあ、自分で、支払うみたいな感じで、あと、何なんですかな。ネスレのおすすめ商品をね、1個選ばなきゃいけないので、まあ、ネスカフェのね、マシンだけ頼むみたいな、そんなことはできないんですけども、まあでもね、これ1万円までの、ものはね、完全に無料なんですよね。で、手順としては、先ほど言った通り、ネスレの、トップページから、左上のね、検索バーで、サンタと、検索していただいて、そしたらね、サンタってのが出てきますんで、そこでね、注文選んでいただいて、最終画面でね、金額は9000いくらって出ます。まあ、9000円分だったら9000いくらって出ますよね。で、その下にお試しポイントで、同額の金額が出ます。で、プラスね、その次のページに行くと、支払い情報はありませんみたいな感じで、まあ、キャンペーン適用がね、書かれるっていう感じで、まあ、0円請求っていう、まあ、請求がありませんっていう表示にもなりますんで、まあ、ここだけね、確実に押さえて注文いたしましょう。まあ、これね、なんでこんなキャンペーンをやっているのか。まあ、おそらくですけども、今までね、定期便組んでる方の、まあ、スペシャルキャンペーンみたいな、まあ、クリスマスプレゼントキャンペーンみたいなものだと思うんですけども、ぜひね、この動画チャンネル見てる方で、まあ、アカウント持ってる方はね、ぜひやってみてください。まあ、アカウントを持ってない方はね、DM 、DM くださいとか言って。まあ、正直ですね、まあ、Twitter の情報ではですね、定期便組んでない方も、どうやら注文できた方いるみたいなんで、で、今ね、どこだったポイントサイト、ハピタスだったかな、ネスレの会員登録だけで、まあ、そんな、500円とか300円とかそういうレベルなんですけども、まあ一応、概要欄にね、URL 貼っときますんで、まあ一応ね、挑戦されたいっていう方はね、そこから会員登録すると、まあ300円分かな。もらえますんで、まあ、そこで登録してもらって、それでね、ちょっとサンタ、挑戦してみていただくのも、まあ、ゼロじゃないかなっていう感じですね。まあ、このキャンペーンは、ツイッター情報だと、まあ、どうやらね、アカウントを持ってるだけの、まあ、今、現時点でね、定期便組んでない方も、注文できたみたいなね、人もいますんで、で、これがね、なんで、どういう選別で OK なのかダメなのかっていうのは全然わかんないんですよね。なんかダメな人は、昨日も今日もダメみたいな人もいれば、まあ一昨日までダメだったけど今日になって大丈夫だったみたいな人もいますんで、まあちょっとね、私のおすすめとしては毎日試しましょう。で、これね、1万人かそれぐらいまでの限定のキャンペーンなんで、まあいつ終わるかはわからないんですけども、まあ別に特にお金がかかるようなことではないので、まあ、ぜひね、狙っていただきたいなっていう感じですね。ぜひね、ネスレのアカウント持ってる方はね、ぜひやってくださいね。1万円分のものがね、お試しでもらえますんでね。まあ、それをどう使うかはね、私の、
何か言うことではございませんので、まああの自分でコーヒー飲んだりお菓子食べたりゴニョゴニョって感じですね。うん。まあそんな感じでね、一応ね手順は、そんな感じで、できますんで、ぜひね、この動画見てる方ぜひ挑戦してみてください。せっかくなんでね、1万円分って結構多いですよね。うん。ネスレのこの太っ腹のキャンペーンがすごいですよね。うん、びっくりしました。ひとまず挑戦だけしてね、もしダメそうだったら、ダメな場合は最後支払い画面から、注文完了画面で蹴られます。蹴られますっていうのは、なんか私最初の方は通らなかったので、この定期便は対象外ですみたいな感じで、一番上の画面に戻ってしまいますんで、まあそうなった場合は、まあ日付が変わった明日とかにね、また挑戦してみてください。まあ個人的にはね、まあ明日日付変わって、まあ挑戦して、またダメだったらまた半日ぐらい置いてね、また挑戦してみて、みたいな感じで繰り返していただければ、もしかしたら通るかもしれないですね。私も最初ダメだったけど、まあ2日目以降でね、通りました。私も昨日聞いて、まあ、昨日のうちにね、終わるかなと思ってたんですけども、今日もね、今現時点でまだ通ったみたいな人もいますんで、今回ね、せっかくなんで動画にさせていただきました。で、昨日ね、もう一個ね、つぶやかしていただいた、まあ、EC ナビ、ポイントサイト EC ナビの UNEXT っていう、まあ、そちらはもともと動画配信なんですけども、今やってんのは、雑誌だったかな、まあ雑誌無料見放題みたいな、そちらお試し登録で、まあ、1800円分のポイントがもらえるっていうのはね、今やっておりまして、まあ、そちら案件として出ておりまして、そちらをまあ利用すると、まあ、すぐね、お試し登録でまっすぐ解約、まあ、登録してポイント付与を待って、まあ、すぐ付与されるんですけども、まあ、それを待った後にね、解約みたいな感じで、まあお試し登録なんで、まあ1ヶ月だったかな、まあ期間はまあ決まってるんですけど、まあその間ね、まあ利用するのも OK ですし、まあすぐ解約しちゃうのもまあ人それぞれなんで、まあそれはそれで OK だと思うんですけども、まあとりあえず1800円分のポイントがね、これ結構ねちょこあるんですけど、またポイント復活したんでね、昨日ですね、つぶやかしていただいたんですけど、こちらねすぐポイント交換していただいて、新規でね EC ナビ登録された方、今月ね12月に EC ナビね新規で登録された方は、まあこちらねポイント交換して、その1800円分のポイントすぐ交換してもらうと、さらにね Amazon ギフト券1000円分もらえますんで、こちらもねおすすめとなっておりますんで、もしよかったらやってみてください。そちらのねURL もね、概要欄に貼っておきますんで、まあぜひ気になった方はね、やってみていただけたらなと思います。まあ無料で1800円分のポイントがもらえて、さらに、Amazon ギフト券がね、1000分もらえますんでね、いいですよね。まあそんな大した額じゃないですけどもね、まあ無料でもらえるんだったら、まあぜひ狙っていただきたいなっていう感じですね。今回の動画はね、こんな感じで、昨日、つぶやかしていただいたことなんですけども、すぐ終わるかなと思ってね動画にしなかったんですけども、今現時点、ね、まだ継続してますんで、ぜひねやったことない方、狙っていただきたいなと思います。それではね、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。